あ、そう、昨日僕のスーパーにあの新しいレジが来まして。ああ言ってましたね。そう、レジが変わるって話は前にしたと思うんですけど、うん、まあ、レジが変わるって決まって、うん、あと4日後にレジが新しいレジが来るのに、うん、あの要はセルフレジになったんですよ。お会計は、うん、あの皆さんが自分でやってもらうみたいな、ね、うん、機械に入れて、うん、っていうのが来るってなって、4日前にあの、うん、メジャーで尺測ったら、うん、おい足りねえぞって大騒ぎになってて、はいはい、で昨日ね 朝一で僕行きまして、うん、朝一おはようございますって店に入ってったら、その新しいレジがもう来てたんです、うん、新しいレジがいつものレジがなくなってて、はい、新しいレジが来てただけなんです、うんうん、来てるだけ、うん、わんさかものがある。引っ越し後、うんうんうん、朝一ですよ、うん、30分で開店なんですよ。え、とりあえずレジの上のものだけどけろみたいな、うん時間配分おかしいだろ、どう考えても。俺らが行った時はもう開店30分前だから、俺たちはもう掃除するぐらいなんですよ、うん、掃除して、カゴとか準備して、いらっしゃいませ、ね、その状態。もう引っ越し後だから、めちゃくちゃだから、とりあえず本当レジ1個だけでもレジ開けろみたいな1個でいい、1個でいいからレジを開けるんだみたいな、お客さん来ちゃうだろみたいな感じになってて、なんでこんな状態になるんだと思いながら、とりあえず本当にもう急遽の掃除の時あるじゃん、友達来るってさ、とりあえず押し入れに全部入れるみたいな、あの状態ですよ。とりあえず1個のレジだけ綺麗にして、その他もううわーって物が置いてあるみたいな感じの状態、何十年前から置いてあったんだぐらいの物とか出てきてさ、どかしてるから、そこからまあレジ1個開けて、お客さん来てもそこを流すようにして、で結局あの使い方とかもみんな分かってないし、てんやわんやだし、いつもはだいたい2人ぐらいなんですよ、レジ3台しかないからね、2人とかで、社員さん1人いて、まあ最悪この人が入れるよみたいな状態なんですけど、昨日はね5人いて、レジが5人いるんです。うん、まあうちのレジそういうことあるんですけど、5人いるでしょ。で新しいレジ来ます、まあ1人の人があんま覚えてない、もう1人が研修行って覚えてる状態だから、まあ2人つきます。レジが1個しか空いてないから、要は3人置くんですよ、うん、その3人がずっとあの引っ越し作業をするっていう、上に荷物運んでみたいなとか。でもその日に限っては多くてよかったな。多くてよかった、でもしばらくあったよ、3人がうろうろする時間お客さんがいっぱい来ちゃうと、そのいっぱい来てお客さん並んでるけど、レジ空いてないから、うん、そのこちらへどうぞはできないし、うん、引っ越しもできないですよ。そうかそうか、物持ってったりね。その3人がその、RPG の村人みたいな感じそう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 、なんかうろなんかするわけでもちょっとこうなったりとかしてるみたいなアントワネットの大沢さんでもいてね、うん、小沢さんと俺とかがずっとこううろ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 して、基本俺と小沢さんが勇者も来ねえし男2人だから棚をこう外まで運んだりとか、だから力仕事です基本的に、2人でずっといろいろ大変でした、だいぶすっきりして、なんかこれとかどうします、あの上上げちゃってみたいな、基本的になんかね、綺麗にしたいらしいんですよ、おしゃれな感じにしたいという方向性だったらしくて、まあスーパーのレジ周りってちょっとごちゃついてるじゃないですか、そりゃまあね、いろんなものあなきゃいけないし、だってそうね、レジ袋があったり、レジ袋がたくさんあるイメージでしょ、金庫あったりとか、窓電子レンジあるとか、タバコがバーッと置いてあるとか、あと包装しなきゃいけない包装紙があるとか、いろんなものがあるじゃん、袋いっぱいないといけないし、紙袋があるとかあるんですよ、もともとそういう状態だったんですけど、なんかすごい綺麗にしたみたいで、もうレジ台の上には何にも置かないでみたいな、横にも何にも置かないでみたいな、まあそれは別にいいんですよ、綺麗にしたいっていうのは。ただ新しいレジ台の下の収納が、なんでだよっていうぐらい収納少ないのよ、なんかおしゃれすぎる家って収納ないじゃん、ないその感じ。でここは見えてないからお客さんからは、めちゃくちゃ収納させろと思うんだけど、今までの袋全部入んねえなって袋入んないから、このえもう残りの袋どうするんですかみたいな、弁当来たら弁当の袋が入れるとこない、お花来たらお花用の縦長の袋入れるとこない、どうすればいいんですかみたいなった。でもそれ使わないといけないから絶対に、しょうがないから、だからそのレジ立った時にこの横にあの冷ケースある冷凍庫があるんですよ、あの保冷剤とか入れてるんです、そこにこうフックをかけて、S字フックかけて、そこにビニールをかけるっていう、より汚くなってるんだから今までは前はなんか下の方にこう隠せてて、いっぱい、まあ見ればごちゃっとしてるけど、周りから見えない状態なのに、今回この辺にいっぱい袋が大量にあるから、より汚くなるし、その S 字フックもなんか買いに行けみたいな感じで、なんかたまたま早く来ちゃった社員さんがいて、災難だな、みたいな人がいて、マジそんなやついるの？これね、うちのスーパー、まあ、そいつの取り合い、早く来ることだけだもんいや、うちのスーパーほんとすごいのよ、まず引っ越しの状態ってのもおかしいじゃん、いや、おかしいだろうと思いながら、まあ、やりますわっつって1個だけ開けろとさ、大人で40以上だよみんな、1個だけレジ開けとけとか言ってんのも、もうなんだこれと思ってるよ、で、袋入れるとこないっつって、
おしゃれにしたいからって言って、うん、いっぱい袋かけてとかいろいろ「おたくの鳥山くんごめん頼もってって」とか言って、うん、こうやって運んだりして、うん、なんか社員さん来て、うん、おはようございますとか言って、あれ早くないとか言って、えてーみたいな、もう全員なんだよお前らなんでそいつ急いでんだよ。いや、あの遅刻だと思ったのよ、ほんと12時かなんかだと思ってたらしくて、ほんと12時ギリぐらい来て、おはようございますみたいな感じで来たんだけど、1時間だったの実際は。だから1時間あったのよ、なんか、え、なんだ1時間あんのかみたいな感じで、あ、じゃあちょうどいいから、あのその SG フックとか買ってきてよみたいな言って、なんか、あ、まあいいっすよ、暇なしみたいな、行ってこようみたいな、ふん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 みたいな、車の気回しながら、これね、あのね、あながち嘘じゃないのよ、みんなそういう人なの、マジで。なんでなんだよ。なんだ分かんないけど、で、俺と小沢さんで棚運んで、駐車場でね、ばらして、その2人でばらしたりとかして、もういろいろ、なんなんすか、うちの店とか言って、ばらして、で、その包装紙がいっぱい入ってるやつとか、要はちょっと見たらパッとこうチャッとしてるやつとかを、どうします持ってってって言われたんですよ。だから俺と小沢さんでもめちゃめちゃ重いやつを階段で上まで運んで上の事務所に全部やって、でめっちゃ綺麗だった、確かに綺麗になりました。あとはなんかちょっと綺麗に壁紙とか貼ったりとか、床も綺麗なやつにすれば、まあ本当に綺麗なお店になりますねぐらいところで僕先上がったんですよ。まあ岡田さんと打ち合わせもあったからって、あの上がります、小沢さん残ってて、じゃあお疲れしたみたいな感じで、小沢さんすごい睨んでましたけど、だってテンワイヤーしてるから、みんながテンヤワイヤーしてるから、フレモさん帰るんですかみたいな感じで、いやちょっとすみません、岡田さんと打ち合わせなんで帰って、で、岡田さんと打ち合わせで渋谷着いたぐらいに、小沢さんから LINE 来て、あの先ほど僕らが挙げた包装紙とかあるじゃないですか、全部、その他諸々がお客さんが来てしまったために必要だということになり、全部今下ろしてますって、結局だからあれ全部それはそうなんだよ、小沢さんと挙げながら、え、これお客さん来たらどうすんのっていう、え、もう今日来ないと決め込んだんかっていう、だってあのワインとか瓶物を入れる、あの鑑賞銭みたいなのあるじゃん、あれも全部あげてんの、瓶とか買ったらどうすんのみたいな、分かんないです、まあ、でもあげろって言ったらあげますか、さ結局必要になったらしくて、慌てて全部下ろしたらしくて、今結局前よりごちゃっとしてる状態なんですよ、分かんないしかも新しくセルフレジにしたっていうのはさ、この回転が良くなるようにセルフレジに、もちろんね、なんかピッピッってやって、じゃあいくらです、あちらでお願いします、じゃあ次の方っていけるからやったんですけど、その新しく来たセルフレジなのに、なんか知らないけど、ミーってつぶよ、うち。ミーって言うとさ、誰も知らないから、直したことないから、みんなが、あ、なんだ、なんだみたいなって、社員さんとかわーって集まってて、5、6人。みんなで、なんだこれはって言ってる時間があるのよ。腕組むなよ機械目の前にして腕組むなって。その間になんかお客さんも待ってるっていう、地獄みたいな時間。しかも、昨日来たから、昨日1日はなんかその作った会社の人、セルフレジを作った会社の方が、いらっしゃってた。そう、なんか起きた時のためにすぐやれるようにということでいらっしゃったんですよ。朝はね、6人ぐらい来てて、まあ、設置のために。で、1時間経つごとに徐々に消えていくみたいな。最初6人体制ぐらいで、レジからあのうち外の道路が見えるんですよ、まあ、ガラス張りでね、その外からこう見てるの、6人並んでマジで怖いのあれいやマジでめっちゃ怖いのよ。え、本当にガラスか、ガラス、ガラス、マジックミラーじゃない、マジックミラーじゃない、マジックミラーじゃない、あっち側から見えてないとかじゃない本当にこう取り調べとかですよあるよね、あいつあったな、あるよね、じゃないじゃない、本当に最初だからそのどかせとか言ってる時、お客さん来るぞどかせとか言ってる時はその人もう邪魔だから出てくれたんですよ、狭いからやってんだけどどこ行くのかなと思ったら大人、スーツ着た結構な大人だったんですよ、重役みたいな人たちが、スーツ着た人たちが6人ぐらいが並んでスーパーの店内を見て怖いじゃんお客様も何今日みたいになってるし、中も外も何なんだよ本当に。で、まあ、1時間経ったら、まあ、何人かがもう大丈夫そうだねって消えてって、最終的にこう1人の方が、まあ、昼ぐらいにはもう1人の人になって、1人の人も外にずっといるのよ、もう1人だから仲いいのにと思うんだけど、まあ、一応なんかあっちのルールのことなんだけど、まあ、こっちの邪魔をしたくないってことで、極力ね、邪魔しないようにっていう、まあ、優しさでこう、昨日もちょっと暑かったのにね、スーツ着て外でこう、うろうろしてて、まあ、正直暇じゃないですか、基本的に。もう一人だし、ね、本当にやることないじゃん。だからもう空とか見たりとか。究極に暇じゃねえかよ。後ろに手組んでこうちょっと歩いたりとか。空見出したら究極に暇だぞ。してたのよ。いやもう大変だなと思って。いやもう座ってていいのにとか。
ね、うちの社員さんとかが、いやもうあの昼ご飯食べてていいですよとか、うちの事務所使ってもう休んでてくださいとか言ったんだけど、あっちはもういやいやもうそれはもう仕事ですからみたいな感じのがいろいろあってね、うん、大変だなって思う。真面目な方だね。そう、真面目な方だ、うん、でいざビーってなるじゃん、うん、全然動かないの空見てっから、ビー外にいるし聞こえないからね。そうビーってなってみんなが集まって、こうなんだこれとか言ってる時に、うん、ああそういえばあの人いると思って、うん、あの早く早くそのためなんでしょ、その一点のみであなた立ってたんでしょ、そこになんだ空を見る仕事か、大丈夫、その耳よく見たらエアポッドつけたバレないようにおい音楽聴きながら今だろ起きるんだろうな、誰のせい、それはあれだ、怒ったのせい。チャンネル登録よろしく